私もやってもらうのあの人にしよう。あの現アホ死体のパンドラの箱を。架空の死者のラスボスっぽい。じゃあ絶対敵だよ最後。いやまあ味方になることそうすんねえだ。絶対なんかさどうしようもないことさやらかしてさ、うん、始まるよね。で最初なんか仲間的な感じに加わってそう。最初は影なくて。そう。急に裏切りそう。あれじゃないよ、なんか 4P カラーとかで影なしもできるの。影なし一応あるけど、弱いね多分。1個だけできる。技変わるよ。技変わんの、うん、ちょっと弱、だいぶ弱い感じだよ。だよね。わかんない、ほら、あれじゃない、昔の状態出していけばいいんじゃない。あ、そっか。1個別のキャラを、うん、最初昔の状態出てくる、最後はブオーってやる影の状態で、ゲインと昔で出せばいいんでしょ。そうそう、今バージョンの技これ、じゃあ星に全部言ってもらおう。上がね、うん、いや A が、うん、通常 A が契約書を出す。ナイスピラシュッシュッみたいな。それどうなんの。攻撃して、うん、紙で切る。紙をつってや感じ、うん、つって切って紙をパッて渡す、うん、これね、複製にしとこう。これ状態異常なのにしとこう、うん、何するの。どういう状態異常なの。いや、これもこれ別に普通は関係ない。あ、じゃああれじゃあ最後の切り札の時にちょっと関係ある、うん、契約とかいう特殊丸K みたいな感じがいい、ね、うん、あどうする。あ、こっちじゃねえや。なん K じゃなくて、あいつ行っちゃうのかな。私一緒ね。契約状態、職業状態じゃなくて、ああ一応契約状態で、まあ、借りてない。ああが通常で、うん、で あれでいいよ。うん、あのやつの一人の力じゃなくてさ、ああお仲間たちも使っていいよ。お仲間たち、お仲間、あの やるよ。じゃあね、上 A で、どうしようかな。これどちらかというと本屋の方が作りやすいからね、こっちのキャラクターメイクは。ちょっともうね、3ヶ月以上ね、忘れようとしてたからね。記憶曖昧。いやでもまあまあ覚えてる、覚えてはいるよ。話のネタに使えるから。ああ仲間で使うべきだ。いや、やめよう。背中になんか背中にあの悪魔っぽい翼、コウモリっぽい翼履いて、うん、3回飛べるみたいになってる。バン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 。でそれでまああれだね、うん、そっちメインにしようか。攻撃しない。じゃあ上は上攻撃しないよ、うん、3回飛ぶだけ。3回飛ぶだけ。じゃあ救済、あ、救済じゃない、あの復帰だよな。大ジャンプまで行かない程度のジャンプは3回ぐらい。そうそうそう。でもそこそこ復帰できるんですよ。で、右 A が、あ、じゃあ横 A が、あれはあの、飛ぶ最中にさ、投げ攻撃無効ぐらいつけておいてあげれば。あ、そうだね、それつけよう。無敵はやりすぎだからさ、投げ攻撃無効。で、横 A が、ファミチキ投げてくる。なんだっけ、ファミチキ投げくん、なんだっけ、なんでファミチキ投げんだっけ。ん、なんでって、なんでファミチキ投げんだっけ、エピソードなんだっけそれ。ああ、あいつね、あいつ会うたびにファミチキ買うから。あ、そうなの。ああ
でコンビニも大体ねファミマ寄ってね、ファミチキ買ってくるかなって言うから、おう、だからファミチキにしといて、なんて投げる、いっぱい投げるの、うん、ファミチキ食えよみたいな感じだ、おう、連打するといっぱい投げる、自分は食べれないよ、あ、結局食べれない自分は食べれない、ああダメージ食える、おう、椅子に座ってんだ、会長椅子にずっと座ってる、お椅子でもう足バタバタ、バタつかせるデレレじゃねえか、デレレ会長ジョン会長ジョン会長ジョン、やば、最後の切り札ね、考えたけど契約書持ってる手で、持ったやつがもう大ダメージ食らうやつでしょ、あ面白いね、通常でもダメージ入るんでしょ、ダメージ入るけどそんなに入んない、どういう技なの、ネットしようかな、契約済みかねどうかによるんでしょ、おいお前、お前契約したな、あ契約者だろって言って、ああ借りるのかな、金、いやもう、もう借りた手、借りた手になってる、こうして最後の金がもう使ったして、うん、あいつ金返さないつもりですよって言って、うん、あのもうね借金と契約者がガーって押し寄せて、ダダダダダダダと、で会長とやつが大高笑いして、そう、ハハハハハ、おお、なんで名前、ね、どうしようかな、あの話が真相、